はい、こんな真夜中にいつもあのインスタライブをやってるんですけど、はい、あの今日もですねあの迷,い迷える、まあ、男性の方は迷ってないと思うんですけど迷える子羊たちのためにですね、えー、インスタライブをやっております。はいあのー、ちょっと前の話でゆたぽんさんがあ今ですねゆたぽんくんってあの不登校中学生いますよね。 同校中学生の YouTuber の子がいて格闘技にデビューするっていう話題があるんですけどちょっとその話からさせていただきますね、まあ、その話から筋トレに行くんですけどあの単純に格闘技につなげるわけじゃないんですけどあのたぷんくんのお父さんがまあ,あの学校に行かせなくてもこう家庭で教育ができるっていうんですよね。でこれ で、あの結構いろんな人とか、例えば d a i さんだったりとか、あのまあ、ひろゆきさんとかもあのよくね。あの情報番組とかにも出てます。けれども。あみやこ先生どうもです。あひかるさんもどうもです。はいで、あのなんだろう。確かに学校にそのなんだろう。学校に。 行かせなくても家庭で教育ができるっていうのは確かにアメリカの方でではあ,のあり得るそうなんですよただあの例えば日本の場合に例えばちゃんとした専門のコーチがいて学校に行かなくてもそのしっかりとカリキュラムができるかっていうこととあとほら学校っていうのがどうしても人間関係を構築するそういう訓練の場でありますよね。 でまあ、学校に行ってえ社会に適応するとかこう他の人を見て、うん、自分しか見なかったことが見なくて分かんなかったことが「あこれを人前でやると恥ずかしいことなんだやめよう」って学習したりとかあとなんか実験データで IQ が高くなるっていう実験データもあるんですよ。ここ とところはちょっとわかんないですけどね IQ が高い人が人間関係うまくいくんじゃないかっていう考え方もあるそうなんですけどはいなんかそんな感じなので例えばのゆたぽんくんの場合に関してはうんまあ自習だったりとかするとここで筋トレの話になりますけどあのタクトレをする人と同じなんですよね。でタクトレってこれがもしパーリフト ングだったら確かにあの昔の70年代とかね60年代とかだったらあのタクトレのパワーリフターで世界チャンピオンになった方とかもいらっしゃるんですよ。だけどあの重量を目標としないボディメイクの分野において特にあのフィットネス系の選手で女性の場合だったりとかするとあ,あのと目の前に。ね 何だろうどっかに <laughs> あこの辺にありますけどまあこういうもの皆さん買いますけちょっと汚れてますけどこんなもの買いますよねでこんなんであサイドレーズやろうって感じでエクササイズででで終わってしまうんですよでそうするとじゃあこの状態であ私いつもの私はこういうサイドレーズ、ね、この2キロダンベルなんですけどあのこうやってサイドレーズ。 ねやってるからあ今日はもうこの1種目やったから今までの人生では私ありえないことだからって感じでやった気になるんですよでこれで大会に出たりとかすると大恥をかくんですよでその大恥を書いたのが私なんですけど <laughs> この間の,あの東京ノ別ビスですよねあれ初出場の大会があの大会だったんですよ私東京オープンっていう名前の大会だったんですけどなのであの。 ゆたぽんくんのその不登校の話になりますけどまあ、無理してね学校に行く必要性もないといえば、うん、まあどうかなって思うんですけど、うん、教育をする部分に関しては、うん、なんかやっぱりこうそのまま放置をしておくとあ、アースチャイルドさんどうもですなんかあんまりあのそのタクトレでボディメイクをする特に女性とかと 同じ効果になってしまううと思うんですよあそうすると私ダイエットできないとかいう感じであじゃあ今日今回大会に出るのもやめようってなったりとかするし、うん、例えばあの大研の試験を通ってねあの高卒の資格を取るって思ってもやっぱり自習だったら、えー、なかなかそういう試験に通らないですよね。 専門のコーチがついてるんだったらともかく、だから、そういう話から、なんかちょっとね、あの、ユタポン君のヤフーニュースから、えー。そう思いました。はい。だから、あの、うん、うん、でも、アメリカでは、その富裕層の人は。 確かにあの学校に行かせないらしいんですよ。学校に行かせると、そのアメリカとかだったら、その麻薬の密売人がいたりとかするらしいんです。ずっと治安があんまり良くないんですよね。いろんな人種もいてで、そういうところに行くと。と ね、あのなんかそんなこと覚えたりとか、ちょっと悪い人がいたりとかするので、富裕層の人たちは学校にはあの行かせないで、まそのオンラインでまエリートの人のあのすごい教育を受けたりとか、あとまあ昔からね家庭教師とかいますよね。うん、なんかそんな感じみたいですね。そうそう。ただ自習だったら難しいと思います。うん、これがもしも 絵画の部分とか、まあ、芸術とか小説家とか、まあ、ロックのギターとか、うん、なんかそんなんだったらああいう分野に関しては独学でも大丈夫かもしれないとも言ってる人もいました、はいまあ、そんな話ですね、はい、あの今回の話はですねあの学校に行かなくても、えー、ちゃんとした教育ができるかどうかっていう話ですね。はい その話と一緒に、えー、ジムに行かなくてもきちんとボディメイクができるかどうかという話ですね。いう話ですね。これがもうパワーリフターっていう重量を目標とする人たちだったら、まあ、しっかりとできるはずなんですけどね、えー、女性でなんか種目をあんまり覚えきらないとかわからない初心者だったらちょっと難しいと思います。はい ちょっとゆたぽんくんはね関係ない話なんですけどゆたぽんくんのえ中学生の不登校の YouTuber の話からえちょっとねそういう話をえしてみました。ゆたぽんくんのお父さんはねあの学校に行く必要性もないって言っててでまあ、まあ、確かにねいろ,いろんな考え方とかもねあるとは思うんですけどねっていう話でした。 はいでこの後ですね「えポコチャ」でまたですねお話をさせていただきますその「ポコチャ」で私何か面白いんですよあのゲームみたいな感じで視聴者さんがい,いるじゃないですかねなんかこうみんなでミッションをクリアしようとか言ってて「いいね」をたくさん押すとなんかこうミッションクリアとかあるんですよ。ななんかそういういいゲームみたいなのがあって私ミッション 13までクリアできました。あの全ミッションをクリアできて、ちょっとすっごい嬉しいんですよ。よちょっとなんかゲーム感覚でで視聴者さんもなんかいろんな人が配信しててラジオとかね。あのそんな感覚でうん。なんか配信しててそれを見に行って。えー 一定の時間にコメントとか何でもいいんですあとかうとかなんか欲しいとかでもねいいんですけどそうするとコインが取れるんですよ <laughs> そんな感じのものですねもしよかったらポコちゃんの方にも来てくださいはいではでは